はい、こんばんは。えー、本日はですね、えー、昨日お話ししたですね、えー、小沢さんと野田さんのですね、話し合いの結果、えー、この新しいですね、党首、代表ですね、立憲民主党の、えー、これを立てると、そしてその党首のですね、まあ、誰にするか、ということでも、まあ、完全一致したということをお話しいたしました。 えーまあ、そのことについてですね、ちょっとね、えー、本日はその続報といいますか、えー、考えてみたいと思うんですね。まあ、その結果、どういうことになるかということなんですけども、まずね、えー、この9月にもですね、解散総選挙というのがね、十分考えられるんですね。でその時ね、やっぱりね、自民党はね、勝てないと思いますね。うんこれ、自民党が生き残ろうと思えば、もう石破さんしかいないと思いますね。うん。でもね、 石破さんでもね、やっぱりね、今の、えー、自民党のね、この体制ですね、えー、この退いていく、退いていく勢いからすればですね、やはりね、勝てないと思いますね。そうなると、まずね、この立憲民主党のね、その新しい代表、新しい党首ですね、えー、そのもとにい集まったですね、集まったこの野党ですね、野党統一。 それがね、新しい塊となってですね、えー、これはね、かなり今期待されるわけですね。そうなると、この野党統一がね、勝つと、勝利するということになるんですね。そうなると、これ、日本はね、もちろん議会制、えー、民主主義ですから、当然ながらね、えー、第一党となったね、政党のですね、代表が、新しい首相につくということになるんですね。そうなるとね、 相当ね、日本の政治変わっていくと思いますね。そういうことでね、ものすごい期待されるんですね。うん。だけどもね、ここでまたね、えー、新しいファクトですね、新しいこう要素、エレメントっていうかね、それをね、考えなければいけないんですね。これどういうことかというと、これはね、まあ、その、今回のね、このきっかけとなった石丸慎二さんですね。うん。石丸慎二さんがね、 この石丸新党、これをね、立ち上げるんじゃないかというね、えー、こう予測がね、結構ありますよね。でこれね、石丸さんはね、まあ、次の選挙ではね、まあで、自分は出ないというようなことをね、まあ、おっしゃっているみたいなんですけども、これはね、僕はね、あのー、出ると思います。石丸さんはね、あのー、出ると思いますね。このチャンスをね、えー、逃がすようなことはしないと思いますね。そうなれば、 このねうーん、まずね、神道を立ち上げることもね、ほぼ間違いないと思いますね、僕はね。うんまあ、これはね、えー、前もね、紹介しましたけども、日本の財界ですね。えー、財界でもね、えー、この日本の政治、ね、なんとかしなきゃいけないというふうに考えているね、人たちってね、えーまあ、少なからず、まあ、存在するわけなんですよね。そういう方々が、この石丸さんにね、えー、石丸新党に、 大きく寄付をするとね、ね、うんまあ、資金提供をするということですね、これがね十二分に予想,予想されるんですね。そうなると、えー、この石丸新党というのはね、もう相当の規模のですね、まあ、財政的に相当大きい規模のですね、えー、新しい政党になることは間違いないんですね、うん、その場合ですね。 えー、この日本の政治にですね、またかなり新しい風が吹き込んでくるということなんですね。そうなると、えー、日本の政治の風景っていうのはどうなるかというと、まあ、えー、素朴に考えればね、えー、この立憲民主党の新しい党首ですね、えー、それをいただいたこの野党統一の塊ですね、うん、それと、あとですね、自民党という塊ね、ね自民党の塊はね、まあ、相当小さくなると思いますね。 それから、あと、石丸新党ですね。この塊がまたね、できてくるわけなんですよ。そうすると、この三つがですね、並列で並ぶ。そういうね、景色がね、十分考えられるんですね。ねで、その中でもね、まあ、僕はね、このね、新しいですね、この野党統一ですね。それとね、やっぱりこの石丸新党ですね。これがね、合流するんじゃないかっていうね、 僕は直感的にそういうふうに思いますね。うん。これはね、そういうふうに思います。ただね、このあたりはまだねあの、全然予測のね、範疇出ないんで、ね。これまたですね、あとでまたね、お話ししようと思いますけども、まあ、いずれにしましてもですね、そういうね、新しい政治ですね、それを切り開くきっかけをね、今、作りつつある。そのね、野田さんと、 小沢さんの決断ですね。これを僕はね、非常に高く評価します。そしてね、僕はこれを全力でね、応援したいと思いますね。うん、まあね、この前も言いました、この前っていうかな、ね、昨日も言いましたけど、とにかく日本のね、政治において、今ね、新しい、ね、扉を開く、そのノックの音がね、今聞こえ始めたんですよ。トントントンというね、うん。これをやっぱり大事にしなければいけないと思うんですね。うんね そしてね、まあ,あ、そのことをね、ちょっと解説したいと思うんですけども、まずね、えー、っと、これね、えー、っと、まずね、小沢さんと野田さんのですね、この会談ね、これがいつあったかというとね、えー、これはまあ19日ね、先週の金曜日ですね、19日にあったわけですね。うん、19日にあった重要な会談ね。 そしてそれを受けて、受けてですね、昨日22日月曜日ですね、ねえー、野田さんがですね、えーっと、東京都内で講演してですね、えー、重要な発言をね、したんですよね。これは極めて重要な発言でですね、これをもう一回繰り返しておくね、繰り返して指摘しておく必要があるんですけども、どういうふうに言ったかというとね、こういうふうに言ったんですね。えー、っとね、 これは9月に、ね、予定されている立憲民主党の、ね、代表選についてね、野田さんが言うには、私が私がとは全く思っていない。自分がトップになったら逆に引く人が出るかもしれない。というふうに言ったんですね、うん。そしてさらにこういうふうに言ったんですね。首相になったのにまだ議員をやっているのは、自分の時に民主党政権を手放している。 取り戻さなければ死んでも死にきれない。えー、だけど、昔の名前で出ています。じゃあいけないというところもある。そういうことをやっぱりよく考えなきゃいけないと。というふうに語ってるんですね。まあ、実に意味深な言葉ですよね。実に意味深ね。うん。実に意味深。で一番最初にね、野野さんが言った、私が私がとは全く思っていない。 自分がトップになったら逆に引く人が出るかもしれない。この言葉の意味ですね。これはね、まず極めて重要なんですよね。つまり、立憲民主党の代表性についてね、野田さん自身は、俺が俺がとは全く思ってないとまずは言ってるわけですよ。つまり、ね、俺が出なきゃどうしようもないんだ。とにかく俺が出るんだ。俺が代表になるんだ。という思いではないと言ってるんですよ。ねうん、ということはどういうことかというと、 自分はむしろ出ませんよと言ってるわけですよ。ね。そしてさらに、自分がトップになったら、逆に引く人が出るかもしれないと,と言ってるんですねいや。ここがまた重要なんですよね。こ引く人が出るかもしれないっていうのはね、この引く人ってのは一体誰かという問題ですよね、うん。で、ここはね、あの、十分予測できるようにですね。ねこういうふうに野田さんが発言したのは、 昨日22日月曜日ですよね。そして、その前に野田さんにとって重要なね、極めて重要な政治的イベントがあったのは19日の金曜日夜ですよね。ここに小沢さんと重要な会談をしているわけですよね。うん。つまり、引く人というのは小沢さんなんですよ。ね、つまり、野田さんがトップになったら小沢さんは引いてしまうだろうと。 いうことですよ。これ何意味してるかというと、小沢さんと野田さんは、ね、この19日の会談で完全合意してるわけですよ。どういうふうに合意してるかというと、ね、野田さんも小沢さんも、えー、代表選には出ないと。立憲民主党の代表選には出ないということで、まず完全合意してるわけなんですよ。なので、ね、えー、これそこで完全合意して、 じゃあ力を合わせて立憲民主党をね、新しく立憲民主党を立て直そうということで完全合意してるわけなんですよね。うん。なのでそこで野田さんが約束,約束を破って代表選に出てトップになったら、まあ、小沢さんは完全に引いちゃいますよね。うん。で、引くということは何を意味するかというと、これは立憲民主党の分裂ということになるわけですよ。約束をまた破ったなということになるわけですよね。 うん、ということで、ここは野田さんは約束は破らないと。ということをまあはっきり明言してるわけですよ。ねうん、そこでね、まあ、これはね非常に、非常に重要な発言をね、したわけですよ、ねうんね。そして野田さん続けてね、首相になったのにまだ議員をやっているのは、自分の時に民主党政権を手放していると。取り戻さなければ死んでも死にきれないと。ね、とにかく政権をまたね、奪い返すんだと。 ということですね,ね。そのためにはどうすればいいのか。ね、つまり、えー、そこで何もなければ、野田さんはね、まあ、自分自身が代表になって絶対取り戻すんだということになるわけだけども、それは今回はしないと言ってるわけですよ、ね。つまり、他の誰かを応援すると言ってるわけですよ。しかも全力で応援すると言ってるわけですよ。ね、政権を取り戻さなければ死んでも死にきれないと言ってるわけですからね。 自分の命を懸けるぐらいのつもりで、その人を応援しますと。ということを明言してるわけですよ。ね。うん。ね、うん。そういうことなんですよ。そして昔の名前で出ています。じゃあいけないというところもあると。ね。うん。そういうことをやっぱりよく考えなきゃいけない。つまり、ね。古い名前では、もう今の政治はで、政界では通用しないと。 ということを野田さんもはっきりと認識してる、理解してるということなんですよ。ね。うん。ね。そういうね、えー、ことなんですよ。ね。うん。ね、うん。これはね、非常に重要なんですよね。うん。野田さんというのはね、これまで、この代表選にね、泉さんの後、泉,泉さんはとにかくもうね、ダメだと。 うんまあ、はっきり言って、泉さんね、まあ、僕もね、泉さんに一月つ万歳にね、ゲスト呼んで、ゲストとして呼んで、いろいろね、お話ししてもらいましたけどもね。うん、ただね、やっぱりね、なんていうかな、あの政権奪取するんだと。ねそういうね、えー、勢いっていうかな、まあ、そういうものはね、あんまり感じなかったんですよね,、うん、ね。ということで、もうこれでは政権は取れないということは、まあみんなね、見てわかると思うんですよね。 なので、野田さんとしては、自分がもう一度出て、取り戻すんだと、ね、勇気でい,いたんですよ。そして、ね、もう出る気満々だったんですよ。ね、9月の代表選にね。うん、で、野田さんというのはね、えー、年齢がまだね、67歳なんですよね。まあ、はっきり言えば、政治家としてね、まだまだ、の年齢ですよね。うん、ね。 そしてね、小沢さんは82歳ですよね。うん。バイデンはね、アメリカのバイデンはこの81歳でね、この大統領選からね、あの、退きましたよね。うん。だけどね、まあ、小沢さんのね、様子を見るとね、これバイデンとは違って、まだまだというね、えー、気がしますけどもね。うん。だけど小沢さんの場合ね、とにかく、ね、次の首相になってですよ、日本をとにかく立て直してくれと。 ね、そういう小沢さんに対する願望ですね、それを持ってる人ね、ものすごく多いんですよ。ねうん、で僕なんかもね、まあ、実はそう思っているわけなんですけどもね。うん、だけども、ですね、えー、そういう小沢さんもですね、やっぱりね、野田さんと今回会談するにあたって、ね、やっぱり自分を捨ててですね、とにかく次の代表選に今出ないと。 いうね、覚悟をね、えー、これも最終的に決めたわけですよ、ねうん。その覚悟をもって野田さんとの対談に臨んだわけですよ。ねうんね、でもそういうね、えー、野田さんはまだ67歳、ねうん。これ引退する年齢では全然ないですよね。しかも、直前まで本人は、ね、本人もやる気満々だったわけですよ。ねうん それが小沢さんとの会談によってですよ、今度の代表選には出ないということをね、えー、自分で決定したわけですよ。これはね、極めて大きい決断だと思いますね。うん。野田さんの並々ならぬ覚悟だと思いますね。うん。これはね、どうしてそういうね、ことを引き出したかといえば、やはり小沢さんの並々ならぬね、やっぱりこの自分自身の覚悟ですね。それとね、 この歯に生き抜きせてるね、直言ですね。小沢さんってのは直言するんですよ、いつもね。ストレート。ストレートなんですよ。ねうん、ストレートだからこそ説得力があるんですよ。ねうん、小沢さんとの言い方がね、えー、この言葉遣いが素朴なんですよね、うん。素朴にストレートにね、言うんで、かえって説得力があるんですよね <laughs> ね。そして、 そういう会談でね、野田さんと小澤さんの間で完全一致したのは、とにかく、ね、野田さんの言葉で言えばですよ、昔の名前で出ていますじゃいけないところもあると。ね、そういうことをやっぱりよく考えなきゃいけないということなんですよね。うん。ね、うん。そしてね、じゃあね、なぜね、この2人はね、覚悟を決めたのかという問題ですよね。うん、これはね、まあ、あね。 あのこの前、この前というか昨日もね、説明しましたけど、やはりね、この東京都知事選の影響がものすごく大きいんですよ。ねうん、つまりね、石丸効果なんですよね、うん。あまりに石丸さんがね、劇的に登場したと、ねうん。そしてね、とにかく、この既存のね、この既成政党のバッグがね、全然なくてですよ。ねうん、それなのに、小池百合子さんと蓮舫さんの間に割って入って、ね、 うん、2位になってしまったということですね。そして、この石丸効果によってね、投票率を5%上げてね、ね、不動票をね、ごっそりとかっさらっていたということですよね、うんで。これはね、何度も言いますけども、ね、石丸さんがどうのこうのという問題じゃないんですよ。ね、うん、そういう問題じゃないんですよ。ね、そうじゃなくって、えー、これね、 既存政党に対するね大きい批判ですね。ねこれがですねものすごく動いたということですよ。よね、うん、このねえ不動票がね多いわけです。よねこの東京都民の間ではね。ね、うん、で、その不動票が多い中で何のね政治的なバックも持たない石丸さんをこの不動票を、ね、分厚い不動票は選んだわけですよ。よ、ねうん これが何を意味するかというと、もう既存政党はもうやめてくれと。ね。自民党はその代表ですけどね。うん、もちろん自民党はその代表なんだけども、立憲民主党もね、結局何も変えてないじゃないかと。ね。うん、ねこれまで期待をね、えー、随分させてですよ。ね、うん。民主党政権がね、終わってね。うん、それから、 えー、この希望の党のね、騒動がありですよ。小池百合子さんのね。うん。ね。そして、えー、その反動で立憲民主党はできてですよ。ずいぶんね、期待はさせたけども。ね。だけども結局ね、何も変えてないじゃないかと。変わってないじゃないかと。何をやってたんだと。ね。有権者の目にね、映るのは、ただ、内輪揉めだけ。ね。野党も、やっぱりバラバラで。 立憲民主党も連合もね、まとめる熱意が全くない。ね。誰がね、そういうまとめる役を一生懸命やってるんですか全然見えないじゃないですか、ということですよ。ね。本気でやってんのって話ですよ。ね。それは僕も何度も言いましたけどね。うん。ね。本気でやってんのと。ね。連合の吉野会長なんか見てくださいよ。ね。 なんかね、本気で野党連合っていうかな、野党を一つにまとめることを邪魔してるわけじゃないですか。本気で。ね。うん。<laughs> ね。うん。ね。吉野会長はね、とにかくね、うん。ね。共産党が一緒にやろうとすればですよ。ね。とにかく、これはもうダメだと。協力しませんとか言ってね。うん。で、維新と国民民主はね、離れていくということでね。うん。 じゃあどうやって小選挙区で自民党に勝つのって。ね。みんな思うじゃないですか。ね。うん。ね。そのぐらいね、まあ、なんていうかな、ちょっと失礼な言い方だけど、言い,言い方だけど、頭が悪い。ね。足し算引算できないのと。ね。ということですよ。ね。うん。だって、民主党がね、旧民主党がね、政権を取ったときね、 これ共産党の協力があったので、ね、自民党に勝つことができたわけじゃないですか。小選挙でね、自滑り的な勝利をね、挙げることができたわけですよ。ね。で、今回ね、えー、これね、吉野、吉野さんが言うようにですよ、ね、立憲民主と国民民主がね、一緒になって、ね、そしてそういう連合とね、この三者が一緒になれば一番やりやすいんですとかなんとか言ってね、でそれで共産党がね、 えバンバン候補者立てたらですよ。ねうん。全然ね、小選挙勝てないじゃないですか。ねかつての民主党が共産党と何のね、あの、協力もしないと。そういう状況と全く同じじゃないですか。なんでこんな足し算、引き算ができないのっていう話じゃないですか。ねうん。ねうん。というようなことでね、とにかくね、えー、立憲民主党も連合もね、 まるで熱意がない、ね。やる気ないんですねっていう話じゃないですか、ねうん。なので有権者、国民はもうね、もう半分そっぽ向いてるんですよ。ふざけんなよっていつまで待たせんだよって話ですよね、うん。そして日本共産党は日本共産党でね、これも何度も僕は指摘していますけどね。もう世界中でね、実質的に共産主義国家ないんですよ。存在しないんですよ。はっきり言ってね。うん。 中国だってね、もう共産主義国家じゃないんですよ。ね。はっきり言って、資本主義国家なんですよ。ね。あれこそネオリベのゴンゲなんですよ。はっきり言って。ね。うん。もうそんなのはっきり言っても常識じゃないですか、もう。ね。うん。なのに、まだにね、共産党という古い名前にしがみついてですよ。いつまでも政権交代の邪魔をしているわけですよ。ね。何が大事なのあなた方にとって。ね。 名前が大事なんですか国民の生活が大事なんですか僕は聞きたいですよね。ズバリ答えてくださいよ。ね。うん。僕は前にね、えー、朝日新聞のね、月刊ジャーナリズムにいた時ね、C さんにね、インタビューしたんですよ。で、そのことを C さんに聞きましたよ。直接ね、ストレートに。うん。ね。うん。今ね、その共産党という名前ってのはちょっとね、これちょっとおかしいんじゃないですかって僕は聞きましたよ。 そしたらね、C さんなんて答えたかっていうとね、いや、残念ながら私は共産主義を信じておりますから。っいね。うん。いや別に共産主義って信じるものじゃないと思うんですよね。うん。だって宗教じゃないんだからね。うん。論理的に考えて、ね。それは主義として成り立つかどうかっていう話じゃないですか。ね。うん。ね。まあ C さんは人間的にね、まあ尊敬できるようなね、えー、まあ方なんだろうと思いますけどもね。 うん、こういうことに関してはやっぱりね、ちょっとね、あのー、論理がね、あの矛盾してますよ。ね。うん。このね、透明の問題は令和新選組も同じですよ。ね。いつまでもね、子供みたいな名前にしがみついてですよ。支持層をね、広げることを自らね、あの放棄してしまってるってね、これは国民に対する配信じゃないですか。ね。いい加減これね、考え直した方がいいですよ、これ。ね。 うん、本当にそう思いますよ、僕は、ねで。結局野党はどれ一つとしてですよ、政権交代なんか真剣に考えてないってことじゃないですか。真剣に考えてるということは、名前なんかどうだっていいと。ねうん、そして党首も、ね、えきちんとしたね、えー、きちんとその本当に、ね、野党をまとめて、そして政権交代をするんだと。 そういう覚悟を持った党首、これをね、選ぶんだと。そういうね、姿勢が見えない限り、もうね、いらないという話ですよ。ね。国民はそう考えてるんですよ。ね。うん。ね。うん。もうそれだったら、とにかく規制政党は、どこもかしくももういなくなってくれというのが国民の本音ですよ。ね。うん。今、日本に必要なのは全く新しい政治なんだということですよ。 ね。うん。で、そのね、国民の考えが、ね、この都知事選で向かった先が石丸さんだったんですよ。ね。でね、はっきり言って、このことにね、気がついていない政治家は、政治家じゃないですよ。ね。うん。ね、うん。そういう人はね、あまりに鈍いんで、次は当選できないと思いますね。うん。で、自民党でもね、石破さんあたりは気がつ,気がついてね、いると思いますけどもね。 うん。ね。で、その中で、この立憲民主党の場合はね、特に痛いほど知ったわけですよ。ね。やっぱり蓮舫さんのね、この敗戦の経験ですね、これを通して痛いほど気がついたわけですよ。ね。これではダメだと。ね。で、その痛いほど気がついたですね、えー、人の中に、ね。小沢さんと野田さんもいたわけですよ。ね。 あるいは小沢さんと野田さんが最もね、それをね、あの、痛くね、感じたのかもしれませんね。なので、相当の覚悟ですね、相当の危機感、逆に言えばね、それを思ったということですよ。これが、野田さんと小沢さんの緊急会談の背景なんですよ。ね。うん。なので、野田さんもね、これはもう次は出ないということをですね、自分で覚悟を決めたわけですよ。 ねうんね、そして、野田さんもね、小沢さんも、自分たちはね、出ないと。ねうん、だから自分たちも出ないけども、昔の名前で出ていますということで、ねえー、同じように、ね、昔の名前を持ってる人を出てもらっちゃ困るということですよ。そこでも完全一致してるわけですよ。ねうん、これ完全一致ですね。まずね、現在の泉健太代表ですね。 えこれはもうね、とにかくやめてくれということで、まあ次の人に代わってくれと。この人では政権交代できないと。えー、ということで完全一致したわけですよ。ね。そしてね、昔の名前ってね、まあ結構いっぱいいるじゃないですか。ね。あねまず何と言ってもね、名前が上がるのは枝野さんですよね。枝野前代表ですよね。まあね、立憲民主党をね、 えーまあ、一人で作ったっていうね、そういう自負があるのかもしれないんだけども、ね、で自負は自負としてね、まあ、そういうふうにね、えー、この人生経験上ね、そう思うのは自由なんだけども、でもね、一人でね、作れるわけないんですよね。うん、これはもちろん枝野さんもね、分かってると思いますけどもね。うん、でそしてね、えー、この野田さん、小沢さんのね、えー、完全一致したところによれば、枝野さん,枝野さんが出てきてはダメだと。ね また昔に戻ってしまうと。うん。ということで、枝野さんは、ああ、これは出てもらっては困ると。ということですね。うん。それからね、当然ながら岡田幹事長ですよね。うん。これ岡田さんもね、昔の名前で出ていますっていうね。当然ながらこれ岡田さんもダメだと。ね。うん、これはもう完全に昔に戻ってしまうっていうとですね。それから、あーね、昔の名前ということで言ったら、安曇野国対委員長ですね。 安住のさんではダメだということですね。まあ、ということでね、この名前がね、えーまあ、次々に列挙されたわけですけども、まあ、お互いに乗っダメだということですね。やっぱり新しい人じゃないきゃダメだということになったわけですね。うん。それじゃあね、一体誰なんだということですよね。誰なんだと。ね。うん。 僕はね、まあこれについてはね、まあ実を言えば知ってるわけなんですよね。うん、知ってるわけなんですね。うん。だけどね、まあね、いい加減言えよっていうふうにね、みんなね、あのー、思ってると思うんですけどもね、うん、僕ももうここまで出てるんですよね。ここまで出てるんだけど、ね、これをね、まだ言うわけにいかないんですよね。うん、これまだ言うわけにいかない。ね。うん。まだね、その関係者の間でね、えーまあ、浸透してるわけではないんで,ですね。ね。だけどね、 えーまあ、とにかくね、この人はですね、えー、すごくね、柔和でソフトなイメージなんですよね。だけども、お結構ね、このタフニゴシエーターですね、つまり、この二行しに、ニゴシエーションですね、この交渉とかね、えー、結構ね、この、なんていうかなこの、まあ、語る、語りがね、語りっていうか、喋りっていうかね、まあ、それが上手ということですね。まあ、頭がね、働くんでしょうね。うん、ね。頭が働くんだと思いますね。ねタフニゴシエーター。 これタフネゴシエーターって言うとね、あのー、なんていうかなあ、まあえー、誤解されるんだけども、こう厳しくね、こう交渉する人というね。だけどね、これね、まあ、精神は厳しいのかもしれないけれども、結構ね、まあ、本当にとにかくソフトなイメージがあるんで、そしてね、話し方も非常にね、あの、こう礼儀を守ってね、うん、非常にまあ常識人なんですよね。そしてこのソフトだし、野党各党にもですね、好印象が持たれてる。 ですね。うん。なので、これ、この、昨日もね、えー、お話ししましたけども、例えば維新ね。維新でもね、やっぱりね、好印象を持たれてるんですよね。うん、ね。それからね、もちろん国民民主党も好印象を持っていて、ね、維新、それから国民民主党ね。まあ、この人であれば、これはね、協力せざるを得ないと。ね、いうようなですね、そういうような、あね、ことらしいですね。うん。 それからね、もちろん日本共産党もね、これも好印象をね、持っているということでね。うん。でね、年齢もね、40歳代ということでね。うん。ね。でね、えー、やっぱりね、この経歴を見ても、やっぱり永田町の空気にですね、染まりきっていないんですね。うん。ね、うん。だからこう、なんていうかな、この政治の世界のこの悪ズれっていうかね、そういうところがね、全然見えないんですね。うん。 かえってねこ新、新鮮なですね、精神なイメージがね、あの、あるんですよ。ねうん、で僕も、僕もですよ、ね、以前からね、えー、もちろん、あの、存じ上げてますけどもね、うん、存じ上げてますけど、今回改めてね、この国会質問とかね、えー、それをね、えー、振り返ってですね、こう見てみますとですね、やっぱりね、うん、この際立った特徴というのはね、やっぱりね、何と言ってもこの、 実にね、誠実なんですよね。本当に誠実なね、印象なんですよ。ね。うん。えー、この国会質問もね、あよく調べてるな、というふうにね、思うんですね。うん。えー、誠実で真面目でね、うん。で、えー、なんていうかな、こう、例えば、ね、えー、まあ、皮肉を言ったりね、したい時もあるじゃないですか。人間ってね、この、なんていうかな、野党の質問なんかしてる時にもね。そういうのは一切ないんですね。一切ない。 うん、非常に誠実に質問していてね。うん。これやっぱりね、このね、予算委員会のね、この質疑なんか見てると、この与党のね、うん、自民党の議員の中でもね、やっぱりその質問にね、こういちいちこうなずいてる人もね、結構多いんですよね。うん。そのぐらいね、この、なんていうかな、国民生活とか、その国民経済ですね、それをね、第一に考えた質問であるということが、 もう誰にも誰、誰でも分かるんですよ。なので、自民党の中でもね、この真面目な議員ってね、えー、これね、まあ結構いますからね。うん、でそういう人たちがやっぱりね、我が家を得たりということで、こうやってね、うなずいてるんですよ。ね。うん。それぐらいね、この誠実な印象があって、なのでね、人望をね、得やすいんですね。うん。そしてね、この経歴を見るとね、この国会議員になる前はね、やっぱりきちんとね、この会社員としてですね、 社会生活もね、営んでいるんで、世間知らずというね、ことからはね、ほど遠いですよ。ね、きちんとね、この社会常識っていうか、会社員でね、もうやってましたから、これ十分ね、あの、それは心得ているわけですよね。うん、ね。うん。まあ、そしてね、さらにね、今回ね、野田さんと小沢さんがね、完全合意したわけですから、ね、これ当然ながら小沢さんがね、 全面バックアップね、するわけですよ。ね。うん。そうなると、ね、えー、この人と共にですね、野党が一体となることは、まず間違いないんじゃないかっていうふうにね、僕はね、えー、これ直感するんですね。これやっぱりね、この人のその誠実なね、人柄ですね。うん。ね。それからそれにプラスしてね、えー、小沢さん、野田さんがね、ついているということでね。うん。 まあ小沢さんはとにかくね、もうとにかく、この野党をまとめるというね、ことではね、もうこの人ほどのね、うん、能力のある人はいませんからね。うん、もうこれは本当に鬼に金棒という感じですよね,、うんねうん。そう思いますね。そしてね、野田さんもね、まあ、もちろん完全一致しているわけですからね。まあこの立憲民主党内のね、まあ邪魔というかね、 まあそういうものもない。ね。まあ、ちょっと予想されないわけだから、これはね、まあ、相当いけるんじゃないかっていうね、僕はね、思いますね。うん、ね。うん。そしてね、とにかくね、今回はね、あさっきね、えー、説明したように、都知事選でね、えー、見られたように、規制政党に対するね、批判が、やっぱり全体として強いわけですよね。うん。だけど、 このね、新しいね、代表、新しい党首とね、なるんじゃないかなと,というふうに思える人はですよ。先ほども言ったようにですね、この永田町のね、空気感ですね、それがあまり感じられないんでね、うん、かなりね、国民に受け入れられやすいんじゃないかっていうね、そういうふうに思えるんですね。うん、そしてね、自民党に対する批判ですね、これがかつてないほどね、大きくて激しいんですね。うん、なので、 ね、こういう、ね、中で、こういう環境の中で、この9月以降に、ね、この総選挙ですね、これ十分考えられるんだけども、それを迎えた場合ですね、まず国民は自民党には、ね、向かないと思いますね。うん、これやっぱりね、えー、新しい、ね、この精神な、ね、イメージの,この党首を迎えた立憲民主党、ね、それを中心とする野党側に、ね、票が集まるとね、 思いますね。うん。ね。そしたらその場合はですね、ね、この野党の中心がね、えー、この爽やかな印象のね、えー、この人ですね、が立憲民主党のね、えー、党首であれば、かなりのね、ウェーブを起こしてですね、うん、これ、地滑り的な、ね、政権交代になる可能性もね、あると思うんですね。うん。ね。ね今回のね、野田さんと小沢さんの選択というのは、 それぐらい思い切ったね、重大なものだと僕は思います。ね。うん。まあその意味でね、この小沢さんについてはね、まあ僕は以前から本物のね、あのステイツマン、政治家だとね、考えていましたけどね。まあこれは僕は小沢さんをね、ロングインタビューしてね、まあ超ロングインタビューですね。職業政治家小沢一郎っていうね、これ民主党はね、どうして、えー、ね、政権運営に失敗したか。ね。 その真実の姿をね、これね、書いているわけなんですけどもね。うん。まあ、これで小沢さんにねえ、超ロングインタビューね、したわけですよ。なので、まあ、そのね、小沢さんについてはよく知ってるんだけども、今回ね、僕、野田さんについてもね、はっきり言って見直しました。ね。うん。ね。まあ、野田さんについてはね、僕もね、こう、文句をね、言うことがね、結構多かったんだけども、今回ね、よくこう、自分を制してね、えー、ね、そして退くと。 ねうん、そして思い切ったね、この世代交代の決意をね、したと思いますね。うん、ね反対に言えば、それほどですね、ね、やはり、ね、危機感が強かったのかもしれないですね。うんねうん、とにかく、ね、9月選挙、9月総選挙でですよ、ね、野党統一、ね、これが勝てばですよ。ね この新しいね、党首、この方が日本の新首相になるわけですよ、ね。そうなればね、画期的なことだと思いますよ。日本のね、新しい現代史がね、刻まれることは間違いないと思いますね。うん、ねだけど、最初にね、ちょっと言って,言って、ね、注意しておいたようにですね、もう一つ考えなければいけないことは、ね、石丸新党ということも予想,予想されることですよね。うん 石丸さんをね、次の総選挙にはね、総選挙には出ないというね、ようなこともね、話しているようなんですけども、ね、まずこれはね、どう考えても出ますよ。ね、そして、新党を作ることは僕は間違いないと思いますね。うん、ねつまりね、さっきも言ったように、この財界のね、この豊富な支援、これもね、十分予想されるところじゃないですか。ねうんね もうかなりね、石村さんに話が来てるのかもしれませんよね。そうすると財政的にね、かなりの規模の政党になりますよ。そうするとものすごい数、ものすごい数と言ってもね、も,うもちろん限度がありますけどもね、例えば100人以上、ね、150人とかね、そのぐらいの候補者を立てる。こういうことだってあり得るじゃないですか。ね。うん。そしたらね、その場合ですよ、総選挙の結果どうなるのか、そしてその後どういうね、 政治の風景が日本で見られるのか、見られるのかということですよね。うん。ね。例えばね、野党統一、ね。それと自民党、石丸新党というね、三つの大きい塊。これが予想されるわけですよね。うん、ね。だけどね、これね、まあ、はっきり言っておくと、石丸新党と自民党の合流っていうのはあり得ないですね。あり得ない。なぜかといえばですよ。ね。 石丸維新党は、規制政党とは一緒にはならないんですよ。ね。うん。ね。うん。そういうことをやれば、これはもうね、自らのレゾンデートでですね、存在理由を否定することになっちゃうわけなんですよね。うん。ね。なので、自民党と一緒に、一緒になる可能性はありません。ね。うん。僕はね、合流するとすれば、ね。これやっぱりね、 新しいね、この精神な党首、代表ね、それで若返った立憲民主党を中心とする野党側ですね、これとね、合流することがね、これは僕はね、十分考えられると思いますね。うん、ね。うんえー、これはね、えー、やっぱりね、その既成政党をどう見るかということですよね。この代表が変わって、新しくね、えーな、なった政党をですね、 うん、それについてはね、やっぱりね、合流ということは十分考えられるということだと思いますね。うん、ねだけどまあ、このあたりはね、うん、全然ね、単純なね、えー、予想ですけどもね、うん。しかもまだね、選挙もやってないしね、そしてその前にこれね、えーえー、どうなるかというね、何、えー、て言うかな、えー、不加速のね、事態もね、考えられるわけですからね。うん、これはまだわからないところがね、いっぱいありますよね。 だけど、いずれにしてもね、まあ、今回のね、野田さんと小沢さんのこの決断ですね、僕はね、これ極めて高く評価しますね。極めて高く評価する。ねうん、やはりこれでね、あのー、可能性としては、日本の政治をね、次の新しい段階に一歩進めるですね、そういう、なんていうかな、ステップにね、えー、を作りました、ねうん。作りましたね。これは僕は、ね、極めて高く評価しますね。そしてね、 全力でこれをね、この動きを応援したいと思いますね,、うん、ね。とにかく新しい日本のね、政治に向かって今ね、ドアをね、ノックしたところですからね。小沢さんと野田さんがね、ノックしたところなんですよ。ねうん、これがどうなるかね、うん。なのでね、これをね、この動きを邪魔する人がいたらね、うん、僕はね、それを完全暴露します。完全暴露してね、まあ、その人はね、 まあ、政治的な、ね、打撃を、ね、受けることになると思いますね。うん。まあ、というようなことでね、えー、本日ね、えー、まあ、完全特種のですね、続報ということでね、えー、お話ししてみました。まあ、ということでね、本日はこの辺りで終わりたいと思いますけども、最後にね、ちょっとだけまたコマーシャルタイムをいただきましてですね、えー、っと、ちょっとだけコマーシャルタイムをいただきましてですね、 えこれはね、えー、僕が書いた本ですね。コロナ日本国書ですね。これ、コロナ対策、感染症対策は非常に重要なんですけどもね。えー、自民党政権の下では、科学的な知見に基づいた対策ではなくて、利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なので、失敗せざるを得ないんですね。えー、ぜひ読んでいただきたいと思います。それから <laughs>、えっと、原発と日本列島ですね。えー、これはね、えー、地質学者でありながら、 えー、同年動力炉核燃料開発事業団に30年間在籍されたですね、著者の土井和美さんがね、えー、能登半島をはじめ、日本列島のですね、地素を調査したんですね。その結果、日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけない。なぜなら危なすぎるからだっていうね、結論を足したんですね。生涯をかけて達した結論でですね、それを分かりやすく書いた本なんですね。ぜひ読んでいただきたいと思います。それから、これはね、 アメリカ新聞学の貴州、トミー・オレンジですね、うん。これはね、アメリカのヘミングウェイ賞、それから全米図書館賞を受賞したですね、非常に注目されている問題作ですね。えー、ドストエスキー、それからウィリアム・フォークナーの後継者にあたる作家でですね、21世紀のフォークナーになることは間違いないと僕は思いますね。えー、これはね、非常に前衛的な、ね、手法の小説なんですけども、 ストーリー、物語がすごく面白いのでですね、そしてしかも、この翻訳、日本語訳がですね、自然な日本語として読めますので、ストーリーの面白さにぐんぐん引き付けられてですね、どんどん読み進めることができる、そういうね、小説なんですね。ぜひ読んでいただきたいと思います。そしてこれがですね、僕が関係させてもらっている、5月初号審査の新刊なんですけども、今日本全国ね、地方の方では、本屋さんが少なくなって、 本を直接買えないとか、あるいは Amazon でも本を買ったことがないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方は5月初号新社に直接ファックスなり電話なりしてきていただきたいと思います。えー、郵便振込とか銀行振込で対応したいと思います。5月初号新社のファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、ぜひですね、遠慮なく行ってきていただきたいと思います。まあ、というわけですので、えー、本日はこの辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。